UDB阿蘇から毎週末配信の週刊阿蘇プラス。今週の阿蘇市の話題から週末のイベント、お出かけ情報をお届けします。10月5日から大観峰に路線バスのバス停が新設されました。これまで路線バスを利用して大観峰に行くには大観峰入り口バス停から徒歩20分ほどかかりましたが、バス停が新設されることでアクセスが飛躍的に向上します。大観峰バス停へは JR 阿蘇駅前から杖立線のうち土日祝ダイヤの2往復限定となっています。詳しくは九州参考バス公式ウェブページをご確認ください。そして10月19日から11月24日まで阿蘇市小里の阿蘇ミルクファクトリーで秋のバラ祭りが開催されます。750種4000株のバラが生育する西日本最大級のバラドームが入場無料。バラ苗販売に秋限定のスイーツやチーズも登場しますので、ぜひお出かけください。それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。